してバッターボックスは5番丸。西さん、ここは期待がかかってしまいますね。うん、ここでね点が入るかどうか、これはねゲームに大きく影響します。そうですよね、4番の仕事を果たしたい場面。初球から打っていった、頭上を越えていった、サードランナーがホームに帰ってきました。福留、小宮山さん、このリードは絶対に守らなくてはいけませんね。打たれると完全に流れが変わりますからね。そうですね、さあここはしっかり抑えていきたい。ストレート打った、一塁へ、一塁アウト。バッターボックスは3番柳田。ダイアンツ追い上げられています。小宮山さん、このリードはどうしても守らなくてはいけませんよね。まあ、ワンヒットで同点というのもありますからね。そうですね、さあ注目しましょう。さあ3球目は何か。空振り、ここはランナーを返させません。